こんばんはスピリチュアル研究家の楓で,ですたった一人のこの世界で出会えた運命の相手ツインレイそんなツインレイとの復縁が近づくとエンジェルナンバーを目にすることが増えたりエネルギーが変わったことで物が壊れやすくなっ たりするこ,とがありますこの動画ではツインレイの復縁が近づくと訪れるスピリチュアルサインについて解説します。もともと同じ一つの魂から生まれてきた前世からもそれまで何度も出会っては 統合を目指してきたとされるツインレイそんなツインレイであっても残念ながら別れることになる場合もありますツインレイと別れてしまっても復縁はできるのでしょうかツインレイと別れてしまっても復縁することは可能ですが現世で 一緒に過ごすことを計画していないと、お互いに別々の道に進んでしまうこともあるため、一緒にいられるうちに、同じ目標を約束しておく方法もあります。1ツインレイと同じイニシャルや名前を見かける。 潜在意識レベルで、ツインレイとの復縁が近づいていることがわかると、ツインレイと同じ名前やイニシャルに反応しやすくなることがあります。街中で目にしたりする他にも、同僚として出会ったりすることも、また、ツインレイと、 同じイニシャルや名前を目にするのは、ツインレイとの復縁に潜在意識レベルで許可が出たことで、情報を集めているためでもあります。にツインレイと同じ誕生日の人に出会う。ツインレイと同じ誕生日の人に出会うのも、 スインレイとの復縁に潜在意識レベルで許可の出たサインです。復縁が近づくことで、スインレイと同じ誕生日の人に出会うことが増えるでしょう。産物が壊れる。あなたが成長したことで、エネルギーが変わると、それまで使って 使っていたものと波動が合わなくなるため、物が壊れやすくなることがあります。大切にしていたものを落としてしまったり、家電が故障したりする場合もあるでしょう。四段者話したくなる人は、成長すると、それまで使っていたものと。 エネルギーがが合わなくなくることがあります特に靴や理念類などの静電気を帯びるもの家電などの処分をすると空いたスペースに新しいものが入ってきやすくなりますご引っ越し人間性も肉体レベルも成長すると エネルギーが変わります。このため、それまでの居場所や環境が合わなくなることがあるでしょう。また、引っ越した先では、お互いに協力し合える心強いソウルグループとの出会いが待っています。6. 転職する スインレイとの復縁が近づいたことで職場の同僚からいじめを受ける人もいますこのような場合は無理に仕事を続けるよりも転職の準備をしておくとスムーズに進みやすいでしょうまた仕事を変えることで 周りの人間関係も変わり、新しい仲間と、新しい目標を持ってサポートし合うソウルメイトに出会うこともあります。7人生の壁ドンに追い詰められる。変容といって、古くなった価値観が崩壊することによって、引っ越し、 人間関係の変化働き方の変化などが一気に訪れることがありますまた働き方を変える必要がある時は金銭的な困難が訪れることもあるでしょう自分に嘘をついて生きている人ほど一気に追い込まれたり 強制終了が訪れやすくなったりするため注意しておきましょうただし魂の望みというのは最も魂に大きな影響を及ぼしている前世の望みによるものもありますが時代による影響も大きいので 現世でも必ず従わなければならないといいわけではありません。8食欲が落ちる。スインレイと復縁できるほど波動が高くなったことで運気が好転すると満たされない心を食事で埋める必要がなくなるため一時的に 食欲がが落ち着くことがありま,すまたオーガニックな食材を好むようになる人もいるでしょう旧ツインレイと偶然に再会するお互いに会いたいと思っていたりツインレイとの波動の差が縮まったりすると 偶然再会できることもありますまたツインレイと共通の友人が再会を手伝ってくれることもあるでしょう。ここまでツインレイの復縁が近づくと訪れるスピリチュアルサインについて解説しました。 スインレイの復縁の前兆として現れるサインには、復縁できるほど成長できたことで、エネルギーが変わることによるものが、ほとんどですのど覚えておいてくださいね。以上、いかがでしたでしょうか皆様のご意見。 ご感想どしどしお待ちしてますね。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。